さて今日は満席にするな、満室にするなというテーマでお送りいたします。まあこれね、えっ、ー、と、日経かなで出ていて、ああ、本当にこの視点大事だなと改めて思った内容でございますが、今ホテル業界っていうのはどういう状況になってるかというと、もちろんね、コロナの影響によってかなり、えー、落ち込みが激しかった業界ではあるんですけれども、実はですね、アメリカと ヨーロッパのホテルはもう売り上げ戻ってるんですよ。で、日本は全く売り上げ戻ってないんですね。で、この要因って大きく分けると2つです。1つ目は、まあ知ってる人多いと思いますけれども、日本だけまだ異常にコロナコロナと過敏な対応してしまって経済を潰しているからでございます。まあ、このことを語り始めると熱くなっちゃうんですけど、ほんとひどいね。ひどい。 これはひどいと思う。もうね、ほんと未来の子供たちに対して申し訳ないね。うん、だって今この瞬間にウイルス怖い、コロナ怖いってやれば、まあ多少ね、まあ、被害をこぎ止めるっていう効果はあるとは思うんですけど、それと引き換えにものすごい経済ダメージを今、そして今後にも与えてしまってるんですよ。うん、その経済的なダメージって どこにつけが回るかっていうと。 子供たちじゃないですかね。もう日本の円がむちゃくちゃ下がって。まあこれもちろんロシア、ウクライナの話もありますけど、でも、まあ他の欧米諸国とか先進国に比べても日本の経済的ダメージは大きいし、元に戻らない唯一の国。まあちょっと中国は別格として置いときますね。中国以外の、まあいわゆる資本主義自由経済の中で、唯一と言っているほど経済戻ってないの日本じゃないですか。まあこれは本当に子供たちに申し訳ないなと思うので、 やっぱ僕らはもっともっと経済を発展させる方に、ちゃんとね、努力をしなきゃいけないなと思っています。未だにね、移動制限とかで、全然海外の人まだ戻ってないですよね。インバウンドが戻りつつあるとかいうニュースあるけど、戻ってないですよ。もう街歩いてればわかりますよ。銀座とか行ったらわかりますよ。全く戻ってないです。ひどいですね。 やっぱ、ま、この移動制限を未だにやってるというのが非常に大きいですね。今でも普通に飲食店も百貨店も出入り口でね、なんか、体温測れとか、なんかアルコール消毒しろとか、マスクしろとか、あの、い、未だに僕飲食店でマスクしろって言ってる意味が分かんなくて、すぐ外すのに。マスクケースとか、 コストかけちゃってるっていう。もうこんなクレイジーな、もう将来絶対笑い話になるようなことは、できるだけ早くね、正常に戻した方がいいなと思うんですけど、まあその移動制限を未だにしている、このマインドの面と仕組みの面と、政治経済の、政治の面とね、全部問題ですね。で、これが一つ。で、もう一個あるんですよ。これは、欧米とかは、客単価を上げに行ってるんですよ。 まあ今回ちょっとホテル業界の情報なんですけど、えっと、アメリカとかではもうほとんど客席を満室にしないでもちゃんと売上と利益が立つようになっています。実はこの話はコロナと関係なくもうね、だいぶ前から移行してたんですよ。もうコロナ禍前から欧米、あまあ、特にアメリカ強いんですよ。 アメリカのホテルめっちゃ強くて、日本でもね、あの、五つ星ホテルってほとんどアメリカなんですね。星のリゾートさん以外、もうそうなめでアメリカにやられちゃってるんですけど、日本は。まあその、アメリカが経営しているホテルっていうのは、実はコロナ前から、6割から7割で利益がバッチリ出るようになってます。だけど、日本は8割以上満室にしないと利益が出ないっていうビジネスモデルにしちゃってるんですよね。 これが、まあ日本のホテルが未だにも利益が出てない、経済が戻らないっていう一番の理由だと思います。まあそんな中、日本のホテルもちょっとこのままじゃまずいと。それはまずいですよね。だって、ほとんどの人が移動しなくなってるわけじゃないですか。未だにリモートワークが標準の会社とかもあれば、やっぱり出張とかも減ってるんですよ。要はマインド的にも仕組み的にもホテルって利用が減ってるんですよ。さらに言うと、国内の人口減ってるわけですよ。 もう一年間に43万人とか人口減ってる国ですからね、これからますます日本人は減るので、国内の需要は絶対減っていくと。で、海外からのお客様に対しても移動制限がかかって減ってると。 ここで客数を増やす戦略を取っているところは、まあこれから淘汰されていくでしょうね。あの、ホテルの事例で喋ってますけど、これ全ての業界ですね。やっぱり客数を追っかけている業、業界とか会社とかは、これから淘汰されていくっていうのは覚えておいた方がいいと思います。まあそんな中、日本のホテルの中でも、これじゃまずいということで、コロナ前から取り組んでいるホテルがいくつかありまして、まあその中でも僕が、まあ本当に好きでよく行ってるホテルなんですけど、 パレスホテルの社長はこう言ってます。量より質ということで大きく転換しています。え実際稼働率が今までは8割じゃないと、まあ8割という目標でやってたんだけど、7割以内でしっかりと目標を達成できる、稼働率を7割で利益を出すっていうことを取り組み始めていて、実はこれ取り組んだのは2012年以降なんですよ。 だからかなり10年間の長い年月をかけて客単価アップに取り組んできたんですね。すごいですよ。2012年の前の2008年の客単価2 4千円だったパレスホテル。現在6 4千円。すごくないですか客単価2 4千円から6 4千円ですよ。2倍以上の客単価アップに 10年間かけてて取り組んでできたってことですそんな単純なことではありませんけど、極端に言えば、お客様が半分になっても、以前よりも利益が出る体制を作れているってことです。これを ホテルだけではなくてすべての業界で考えていこうよっていうのが今日の提案です。例えば僕で言うと焼肉マフィア池袋店っていうお店経営しています。オープン当初は満席にしろっていう感じでやってたんですよ。そうすると、まあ客席が2回転する。2回転っていうのは一つの席に次のお客様をまた座っていただかなきゃいけない。こうなってくると、やっぱりテーブルをお掃除する、床をお掃除する、鍋を洗うっていうふうにですね、非常にロスが増えるので、働いてるスタッフも 一人のお客様に集中できなくなっちゃうんですよ。前のお客様のお会計してる間に次のお客様いらっしゃってお待ちいただくみたいなことが起きるので、こういうふうにお客様にもスタッフにもやっぱりストレスをかけないっていうような店舗作りってとっても重要だなと思っています。 今本当にあの店長の堺本拓也店長とも話してるんですけどもう客席を埋めないでもしっかりと利益が出るっていう飲食店作りたいよねっていうふうに考えてあの価格設定だったりとか接客だったりとか テーブルの使い方だったりとかを工夫しようねっていうふうに言っております。今焼肉マフィア池袋店ではお客様にこんな利用方法がありますよっていうことをいくつか提案してるんですけど、まずはプチ宴会、プチイベントですね。例えば4人で行う忘年会とか、2人のバースデーイベントとか、まあ会社8名の方での懇親会とか、 学びの仲間のシェア会10人でどうでしょうかみたいなですね、プチ宴会をやってもらうのがいいんじゃないかと。やっぱり焼肉マフィアってすごく晴れの日、イベントに合うお店作りなので、小さなイベントをぜひうちのお店のスペースでやりませんかって映えるんですよ。そして盛り上がるんですよね。まあそういうニーズです。つまり僕たちは焼肉屋ではなくて、体験価値を提供する。 そういうふうにやっていくと、決して満席にしなくても、ちゃんと成り立つお店作りになるなっていうふうに思っております。まあ、焼肉マフィア池袋店がどんな利用の方法があるかっていうことに関してはね、えー、っと、ぜひ焼肉マフィアの LINE を登録していただければ、あ、こんな使い方あるんだっていうのがわかると思います。あの、ちょっと珍しいんですけど、イベントが多い店ですが、一人焼肉のお客様も20%近くいらっしゃるんですよ。面白いですよね。イベントが似合うんだけども、 一人でじっくり楽しむのもいけるっていう、そういう幅の広さもある。こうなってくると、全然満席にする必要がないビジネスモデルになるなっていうふうに思っています。いろいろ考えてみましょうよ。とにかく数だけ追っかけるとか、売り上げ高だけ追っかけるっていうことをやってると、やっぱりね、働く人が疲弊していくんだと思います。僕は全ての働く人が仕事って楽しい。お客様にもっともっといいサービスを提供したい。そんなふうに思える。 環境づくりができたらなというふうに思っております、えー。僕もこれからどんどん実験していきますので、皆さんと一緒に取り組んでいこうという放送でございました。それでは、今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように、せーの、いいねー